こんにちは、大谷和子です。賢人たちに学ぶ自分を磨くことは本田利信さんの本第一章勇気の今日は9日目ですね。今日の言葉は評論家、美術評論家のジョン・ラスキンの言葉です。私たちが考えたり知っていたり信じたりすることは最終的にはそれほど重要ではない。唯一重要なのは、何を実行するかである。たくさんの本を読んだり、セミナーなどに参加し、多くの知識を身につけたとしても、変化が起こることを待っているだけでは、良い結果が出ることは期待できません。なぜなら、行動を伴わない決意だけの人は、そんなことを全く考えていない人と何の違いもないからです。他人のことは行動で判断するのに、自分のことは決意で評価してしまうことが意外とあるものです。今持っているものを生かし、すぐに実行に移せることは何ですか？評論家、美術評論家、ジョン・ラスキンの言葉。私たちが考えたり、知っていたり、信じたりすることは、最終的にはそれほど重要ではない。唯一重要なのは、何を実行するかである。あなたは今日何を実行しますか？一つやってみましょう。今日もお聞きいただきありがとうございました。